節をどいたらサラサラ会議のみの、せーの、カエダモン。まだいか、まだいか。すごい、あの試合会場みたいな、あの試合中みたいな声が入ってますけど、なんと今日は94回目の配信記念日です。まあ、前も言いましたけど、別に94って別にね、めでたい。くしだからね、くしをね、こうくしでいつも髪の毛研いでるので。研いでる髪の毛研ぐって言うっけ。言うんじゃないですか。じゃあ、いつも髪の毛くしで研がしていただいてます。ということで、今日も早速やっていきたいと思います。記号トークよすごい髪の毛がぶざつくなりましたね。2枚入ってました。あ、しかも髪の毛って言っちゃった。ちょっと串の話したから。いきますよ。せーの、ドン。鹿。あー、鹿ね。鹿は前北海道に家族で旅行行った時に、なんか急に道路を運転してたら、パパが急に何道路に入ってくるみたいな。鹿がありますね、田舎の方、地方の方。びっくりしちゃった。あれは何、動物園から脱走してきた鹿。野生じゃないですか。野生の鹿って奈良とかにもいっぱい、奈良公園にも何千頭。そうだよ、あれ鹿せんべいだ。鹿せんべい奈良行ったことある。食べたんですか、鹿せんべい。うん、どんな味したんですか。なんかね、ちょっと新聞っぽかった。それ鹿が食べるもんですかね、あれ。なんかね、あの修学旅行で京都奈良だったんですけど、はい、それでね、鹿せんべい食べたりとか、揚げたりとか、まあ、たまに揚げました。いや、たまにじゃなくて、メイン揚げてきました。友達もみんなで食べたんですか、解散だけ。そう、なんかね、友達で何で食べてんのって言われたんですけど。まあ、そうですよね。そう、だから、みんな鹿にしっかり揚げないとダメ。ダジャレ。鹿にしっかりとね。はい。じゃあ、そんなことでいく。いやお願いします。いきますよ、じゃあ今日のことを込めていきたいと思います。しっかりとせんべいあげよう、鹿さんに。ありがとうございます。これはちょっと今日の流れ的にいいんじゃないでしょうか。まあ、でも基本みんなしっかりあげてますけどね。あげるものですから、食べるものじゃない。絶対いる、絶対食べようとしてる人いますし、間違える人もいる。まあ中にいるかもしれないですけど、せんべいって言ったら絶対だって食べ物だと思うじゃないですか。鹿せんべいですよ。そうね、鹿の味がするのかもしれないもんね。ほら、エビせんみたいなね。しないですね。はい、ということで、いつもチャンネル登録、皆さんコメント本当にありがとうございます。これからもね、一生懸命頑張っていきたいと思いますので、一緒にみんなで俳句